取引された可能性が高いということですね。ピュー、ダメです。靴もバッグも見つかりません。それはいい。それより外傷の身元だ。手分けして付近を引き込め。はい。被害者の身元はほどなく分かった。現場近くに住む会社員、橋爪亜希さん、28歳。うわ、すっげえな、このマンションの景色。映画なのかあれですよ。窓開けたら壁がもうすぐあるって感じです。彼女一人暮らしだったわよね。そうっすね、来客ありですね。凶器はこれで決まりだな。犯行現場はここということなの。顔見知りの犯行、男女関係のもつれかも。ケル、うん、ガイジャンバッグです。現金は手つかずかな。被害者は先週山形へ行ったみたいですね。ガイシャ友達少ないのかな。ここ1週間で1回